は先日の、笑いヨガ、はい、5月28日でしたね、はい、あの時に皆さんにご紹介いただいてありがとうございます。ありがとうございました。で、それを毎月中央区でやってるということでお伺いしました、はい、まず自己紹介から、はい、心身爽快っていうところで、笑いのヨガっていうのを区民センターで毎月、曜日はだいたい日曜日なんですけども、不定期。今度6月いつ6月の19日19日、2時からです。日曜日、はい、月島区民センター、区民センター、うん、区民センターっていうのはあの駅に近い方ね。はい、あの図書館とか区役所とか、うん、があるビルですね。そうですね、うん、そこの4階の和室で、はいはい、この笑いヨガっていうのはいつ知ったんですか。笑いヨガを知ったのは去年なんですけども、私は笑いが体にいいとか、うん、お年寄りにいいとかいうことを知ってましたので、はい、まあ、あの 6、7 年前からシニアセンターで、お年寄りと一緒にシニアの方と一緒にずっとやってたんですね、はい、またとっても笑顔が良くなって、あのお友達がたくさんできたとか、うん、それから、うん、デルロが奥になくなったとか、うん、お話がよくできるとかいうことを聞いてましたので、テレビで、笑いヨガっていうのを見て、あ、これをもっと取り入れればもっとじゃないかなっていうので、それを一つのものとして別に笑いヨガっていうんで、笑うだけでやりましょうよってことで、やりました、はいはい、いや28日、まあ、映像は別ので見てもらうんですけど、はい、皆さんがあそこまで見事に乗るとは思わなかったですね。そうです。でもね、あのおばあさんっていうかね、もう認知症の方いらっしゃいますよね。でも乗るんですよ。そうですよ、ね、で、あの一番乗りにくいのは男性で、うん、あの初めはなかなか、笑えない。それから、あの女性の方でもやっぱりお年を召すほど、なんていうかな、自己規制っていうんですかね、まあ、理性が働くというか、理性が働くというかね、あのなかなかふふふって最初はね、うんって笑ってるんですけども、あの最後には皆さん笑っていただけるっていう、笑わす自信があるというかな、みんな笑います。ビデオを見ていただくと、うん、もう皆さんしっかり笑ってるとこ、あれ全員初めてなんですよね。ですよね、はい、うちの、私の方の会員さんもいましたあ、そうでしょ。会員さんも何人かいましたけど、うん、もうほとんどが70人近くいましたよね。うちのね、所長も、はい、ボランティア区民活動センターの所長もしっかり笑って踊ってましたね、あれは素晴らしかったですね、あんなになっちゃうんだ。でまあ後からね、皆さんやっぱりさっぱりしたって言いますからね。そうですね、うん、やっぱり笑うっていうのはいい、ただあれだけ笑って動くと汗かきますから、はい、やっぱり汗かいてもいい格好で。そうですね、やっぱりタオルとかお水は水がいるんだよね、うん、やっぱりね、30分も経たないうちに喉がから、結構笑うっていうのは腹筋も使いますし汗もかくし、うん、喉も使うっていうか、うん、だからお水はもう必ず、まあ、とにかく楽しいっていうことはよく分かりましたけど、それが何かいいことになるっていう話も聞くんですよね、うん、でもね、うん、あまりね、これにいいですよとかあれにいいですよっていうことは、うん、あのやっぱり医療法のことで私たちは言えないんですね。そうだね。でも今あのテレビとか、うん、爽快とか、うん、あの爽快っていう雑誌ね、はいはいはい、うん、爽快とかああいう健康の方の雑誌なんかにいろいろ載ってますので、うん、まああのこういうかな、見ていただければ分かるって、であのご存知のこの間の方も、うん、5人ぐらいの方は、あ、私見て知ってました、今日何するんですか、どんなですかって言われたように、この頃結構、うん、あのまあ、広まってはきてるな、うん、まあ、世界60カ国で20万人以上の人がやってるってことですから、うん、なるほどね、やってるじゃない、20万団体っていうことですから、うん、やってる人は何人になるか分からないっていう、でやっぱり何かいいことがないとそれも伝わ、うん、続かないと思うし。そうですよね、うん、でもまあやっぱり笑うっていうのは人間の特技ですよね。そうですね、動物も笑うんだ。笑うんですよ、動物も笑うんだ、はい、それで赤ちゃんっていうのはね、あの1日に300回ぐらい笑う、うん、笑うの、笑う、300回笑ってるんです。あ、そう、うん、あ、そうなんだ。そうなんです。そうか、うん、じゃあ我々だけか、どんどん減っていくのが笑いが。そう、あの年取るほど減っていくそうです。そうか、じゃあ努力しなきゃいけないんだね。うん、そうですね、うん、だって笑わなくてもおかしくなくても、まず体を笑う形にするとなんとなく楽しくなってくるんだよね。そうですね、うん、不思議とね、それから本当にこう自分の気持ちが柔らかくなってきますよね。で、笑いっていうのはね、なんか伝染するそうです。
気持ちっていうかね、そうそう、だからあの悲しい雰囲気のところにいたら自分もなんとなく悲しくなっちゃうし、うん、みんながケラケラ笑ってると見ているだけで自分もなんか楽しくなってくるっていうようなね。そうですね、はい、次回は6月の19日、はい、区民センター2時からです、はいはい、毎月ということですけど、まず6月行ってみましょう。そうですね、はい、よろしくお待ちいたしておりますので、はい、どうもありがとうございました。